ここの会社ってね、ゲーム以外のパチンコもやってたんよ。パチンコ代のチェックみたいなの。それも何、別にあの液晶だけじゃなくて、そのチェッカーとか。あ、そういうとこはあんまりなくて、液晶画面の中のチェックもあるし、うん、その出ちゃいけない演出が出たりとかのチェックもあるし。何出ちゃいけない演出。いや、例えばさ、今最近あんまりないけど、レインボーが出たら当たり確定なのに当たらないとかね。何それは海物語的な話。あ、まあ、でもまあ、なんかあの確定演出みたいにさ、うんうんうん、がしてるのに当たらなかったり、まあ、それは実況チェックだけど。うん、とかあったりね、俺でもその時にね、だから結局ね、タイトルによるのよ、うん、筋肉マンの台が出たことがあったの、パチンコで。へえ、初代、初代、いや初代。そうなると俺盛り上がるわけさ、うん、まあね、うん、で、あのガクトさんが出てたパチンコ台もあるのよ。ガクトさん、あ、うんうん、それはあの何、芸能人もののパチンコ台。そうそう、もうあるし、あれ、その時好きだったから、もう、とかはもう楽しいんだけど、冬のそなたがあったのね。あ、あったね。地獄だったね。韓国映画に興味ないしさ。三陽だっけ？あ、あれは京楽。あ、京楽か、うん。あ、そうかそうかそうか。あのチュミンチュミンチュミンってやつだ。あ、今日はね、ピンピンってなるやつね。あれ、その、で、筋肉マンとかも全部そうだよ。筋肉マンも協力で出たんだけど、うん、まあ、好きなもんはいいんだけどさ、うん、特に地獄だったのが、あの、冬のソナタ、うん。全く韓国映画に興味ないし。さっきあの、なんか、ヨーモギーって流れてる。そうそうそう。で、さ、チェックしなあかんし、さ、で、ストーリーも覚えなあかんのよ。一応、演出的には。その、演出チェックもしなあかんからさ、液晶の。うんうん、ってことは、ストーリーもちゃんと覚えとかないといけない。え、それを本編見なきゃいけないってこと？本編全部刺されたもん、俺。いやだ。最初に俺、最初、実はそのパチンコのデバッグやるとこは違う会社だったのね。あの、うんうん、視点が違ったから、そっちちょっと人いないから行ってくれって言われて行って、最初何するんだろうなと思って、うん、冬のソナタ、へぇ、パチンコ出るんだと思って、入って、最初に、だから1日目はそのビデオを見せされたね。こんなんやるなと思って、その1日8000円9000円でずっと見たくもない韓国ドラマを見させられるってこと、うん、でしかもその時俺あの芸能事務所にいた時はその別に時間はあったからさ、うん、日勤とかもあったの、うん、だから16時間だよね実際。あ、ずっと昼からずっと続けて、そうそうそう、僕もやってたんだけどさ、うん、それにその冬さんがぶつけられてさ、もう1日目でもう死にかけたけど、まあね、見たくもない。しかもなんかまあ割かし好きなその韓流ドラマあるんだけど、うん、別に冬ソナはもう見てなかったし、結構さ、うん、話数多くない？多い。いや、あ、そうと、まあそう、ちょっと多かったかな。で、日本のドラマってワンクールとかさ、うん、大体12話そうそうこれ終わるじゃない。よりちょっと多かったかな、うん、で全く興味なかったしね。そう、当たり外れがあるんだけど、でもまあパチンコもやってることはちゃんと演出がちゃんとできてるかどうかとか、実機テストだともう、うん、こう何もう完全にできた状態のやつ、液晶だけじゃなくて、うん、もうずっと打ってるだけなのね、うん、とかまあで打っててそのデータ取りとかもやったりとかしたんだけど、あ、何回転でその当たり入るかそうそうそうとかチェックしてたりとかもしてるし、うん、まあ、いろんなことやってんだけど、うん、一番嫌だったのがね、アバンギャルドって、アバンギャルドって言ったいかな。何アバンギャルドって。あのね、アバンギャルドって昔事務所だったの、芸能事務所が。あの、小倉優子さんとか、藤崎奈々子さんとかが所属してた。あ、イエローキャブみたいな感じってこと？あ、そうそうそう。あの、一番その時有名だったのが、藤崎奈々子さんだと小倉優子、あと、うん、ママベカオリさんか、とか。おお、まあ、有名なとこじゃない。うん、でその台のチェックしてたの。あ、その所属のタレントさんが出てくる。そうそうそう、だからその事務所全体の台だね。だからその出てくる女性も全部そのアバンギャルドって事務所だったんだけど、うん、ね、でチェックとかしてたんだけど、結構最初から俺そこに入って入らされてさ、液晶画面の時だけで、うん、とか演出見てたんだけどさ、まず第一にね、うん、その
その中で一番当時有名だったのが藤崎奈々子さんだったよ。うん。やる気ねえんだわ。あね、当時、その出すと小倉優子さんとかはもう真面目にすごくちゃんとやってんだよ。まだ当時孤輪制だったし。ああ懐かしいね。だから孤輪制モードとかってなんかもう完全にアイデアだったんやけど、でも一生懸命やってるわけさ。うん、でも有名だからっていうだけで入ってるんだけど、うん、まあやる気ないのね。うん、あなるほどね。みんな笑顔でやってるのにね、人だけムスッとした顔で映ったりしてさ、うん、ようこんな状態で出せたなと思ってさ。それ実際実機としても世の中に出たの？出てる。一人だけやる気ねえの。へえ。なんかねデートモード。デートモードとかがあってさ。ほう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 。だからそのパチンコの中ではその大当たりする時の図柄がさいろいろあってさ。うん。だから藤崎奈々子さんは格変なのね。言うても。小倉優子さんとか格変なんだけど、うん。デートモードとかあるんだけど。こんなデートがあったらもうこれ破局だなっていうのは、小倉優子さんだったらさ、そのいろんなモードがあって、孤輪制モードとかさ、なんかいろいろ、真壁かおるさんはあの先生モードみたいなのがあったのかな、なんかいろいろあるんだけど、藤崎奈々子さんだけ、あまりにもひどいから、まずモードはカットされるし、はあ。最初確かあったはずなんだよ。でも絶対使えねえからってなって。うん、まあ、本人がやりたくなかったんだろうね。だろうね、完全に。まあ、だから事務所でやるからもう、ね、所属タレントは強制で出なきゃいけないみたいな、うん、感じだと思うよ。いわゆるパワハラよな。社長命令で。で、その中でやっぱりその時有名だったのはその人だったからもうどうしようもないんだけどさ。で、それでもまあまあ、開発は進んでて、ほぼね、完成し始めたんだわ。うん。で、その時に、そのある日行ったら、急にあのデバッグ中止になったって。ほう。で、なんでかなと思って、俺、その時、その上の人とちょっと話してたからさ、聞いたら、うん、アバンギャルドって事務所が潰れたんよ。うん、え、ちょっと待って、そうなの？それはそこにたどり着いてねえわ。事務所、アバンギャルドって事務所が解散しちゃってさ、開発中に。うん、あれっちゃ衝撃だったね。その、え、開発中に会社潰れるの、うん、と思って。まあだから言うたらそれあれそうなんじゃないの、藤崎奈々子さん的にはその話を知ってたんじゃないですか。あれ知ってたかもしれんね。まあ、もう事務所なくなるしなみたいな。そうか、潰れてさ、えと思ってさ、協力は絵だよね。うん。でもまあ紆余曲折あって結局完成はして出てたんだけどさ。うん、あれはびっくりしたな。でもさ、大はさ、俺アイドルに興味ないからさ、うん、まあ、つまらん挙句にさ、で一人やる気のない人の演出みたいな感じさ、うん、で完成するかなと思ったら事務所潰れるでしょ。うん、散々だった覚えがある俺。へえ。開発者はねもっとひどいかもしれない。クリス松村さんも所属タレントね。あのそんなのいなかったぞ。って書いてるもんだって。いや、第2はいなかったぞ。あ、そんなもん出てくるわけないじゃん。クリス松村さんは、あくまでプレミアムカットで出てきたらちょっと笑わない？いや、もうラクダが出てくるだけやろ。ヘキサゴン出てて、散々ラクダっていうふうにいじられてた。いや、本当に。お姉キャラで。うん、そんな仕事とかもやってたなぁ。面白いんだから、普通に、一般の人が経験する、うん、ことじゃない仕事を結構してるわけじゃない。まあね、単純にゲームがやりたかったから行ったっていうのもあったけどね。でもさ、実際ゲームがやりたくてそれでお金もらえるってなっても、朝出勤してね、そのまあ言うたら8時5時とかさ、うん、なわけじゃないか、9時5時とかっていうその公務員と同じような時間で出てきて、うん、そのね、ずっと一日中ゲームやらなきゃいけないわけじゃない、1時間の休憩を挟みながらみたいな。もうゲームやりたくなくなっちゃう気がするんだよね。いや、なくなるよ、実際。でしょ？当たり外れはあるけどね。うん。その、やりたくないゲームもやらなきゃいけないし。やらなきゃいけないし。それこそ、韓流見なきゃいけないみたいな。うん、韓流見なきゃいかんし、一回ミシンにも入れられたしな、俺。ミシンに入れられる？うん。こうね、
ね、そこの会社っていろんなデバッグやってるんだけどさ、ミシンの機械のデバッグがあったのよ。いわゆるあれやね、電子ミシンというか、そのそうそうそう、プログラムしてこうなんか刺繍してくれるとか、そういうの、そうそうそう、あるじゃない、うん、でね、多分あのミシンはブラザーなのかな、名古屋じゃない、うん、ブラザーって、うん、だからそう、あるよね、うん、あるあるね、デバッグそこでやったんだけどさ、うん、ミシン担当の女性がいたのよ実は、うん、でもその人は急遽休んじゃって、うん、俺ことあんまり断れん人間だったからさ、そのできるって言われて、急遽休んでミシンのデバッグに行ってくれっつってさ、全くミシンに関わりの絶対ないエイジになんで声かけたん？いなかったんじゃないの？だからいなかったにしてももっと敵におったやろって。もうある意味いいデバッグだと思うよ。俺だって本当に真剣にマニュアル見ながらやってたもん。ミシン知らないから。そうだろうね。いやミシン知ってるって言われてもえってなるもん、うん、ミシンなんか使ったことないっすってか、ミシン使ったことあるのは学校でさ、その足こぎ式のミシンだよ。あー、当時足こぎってでペダルのやつってこと、うん、本当に昔のおばあちゃんちにあるような電気じゃなくて、あれ学校であってさ、うん、あれぐらいだからさ、カタンカタンカタンって、それに俺一回入ってもう絶対嫌だからって言ったんだけど、もう一回入れられたんだけどさ、うん、その人休んじゃって、うん、で一応そのミシンの使い方を知ってるって言ったらもう俺しかいなくて、その時ああ今一回入ってるからって、一回入ったら二回も三回もあるってことだよね、要するに。そうそう、俺その時初めて知ったもん、そのミシンでさ上と下に糸入れるっていうのもそんな初歩的なところからだって、置いたってさ、まず使い方わからんからガチでマニュアル見ながらやってたんでね。ボビンって何ってところからだからミシンって別に上に糸があるだけじゃないんだと思って、この下の糸なの一個ずっと針こうやって刺してるだけになるで、縫えへんあれおかしいな、その刺繍のチェックとかしてそんなとこまでやってんだ。やってたやってた、もっとね、なんかいろいろ掃除機のチェックとかね、なんかあったらしいけど、掃除機いろんなテストの会社だったから、掃除機の何のテストするの？ルンバみたいなの？それはもう分かんない。分かんないけど、タバコ吸うとこで、本当話しちゃいけないんだけど、ちょっとぼやきが聞けるのさ。うん。ああ、喫煙所でね。うん。で、してたら、もう掃除機やりたくないって言ってるからさ、掃除機って何、うん、ってなるじゃん。うん。何それと思って。いや、俺らも、他で何をやってるかは知らないのよ。ああ。一応、勤務する。社内でもいろいろこう、社外。みたいな感じ、社内でも機密情報みたいなのもあったりする、ね、で新しいタイトルに入るたびに契約書書かされるしね。ああ、情報漏洩しますね。そうそうそう、もう今だからもう10年以上前だから言ってもいいと思うけどさ、そういうのも書かされるしさ、うん、でもそう、掃除機のデバッグってなんじゃいと思いながら聞いちゃうしさ。掃除機ね、だってそれこそ今の話だと2008年とかにその、うん、やってた時の掃除機ってまだ全然その何自走する掃除機はいないじゃない。まあそうね。ハンディタイプとかはあるかも、うん、あるけど、そんなルンバみたいに行って帰ってくるみたいなのないわけじゃない。うん、何すんの？だから最初それで一緒よ。だからミシンのチェックで入ってもらえるって言われた時もミシンって、うん、ミシンのミシンはだから本当にその何プログラムでその。うん、例えば自分のデザインしたその刺繍してくれたりとかあるから、あれはもうコンピューターミシンやから、うん、そう分かるんだけど、うん、掃除機でも分かんないじゃない。でも俺何してんのかって聞いてもやっぱ言わないは言わないのよあんまり、うん、さすがにねいいんだけど、うん、いやーそんなのあるんだと思って。へえ。であと極めつけはあれよ、そのサンシャイン栄ってあるじゃない今。うん、サンシャ、うん、あ、であそこにあなんだこの回るやつなんだっけ、あれ観覧車か、うん、観覧やばいな、観覧車出てけえ、観覧車出てこかった今、うん、観覧車のデバッグに付き合わされたしな、うん、おう観覧車に乗せられてさ、うん、で観覧車ってさ凶楽の持ち物だから、
あ、そっか、あそこだってね、入ってるもんね、パチンコ屋。で、あの中って今あるかどうか知らないけど、うん、簡易的なスロットがあったのよ。なんかもう1回だけ乗ったことがあって、ゴンドラの中にモニターがあったのが覚えてる。そうそう、あれスロットみたいになった、なったんだけど、うん、あれを1日チェックさせられたの。うん、1日中ずっとゴンドラ乗ってんのな、俺。ゴンドラっていうか観覧車の中に、うん、でちゃんと動くかどうかチェックしたんだけどさ、うん、あれは地獄二度とやりたくない。何周すんの、何周したんだろうなあれ。だってあれ1回で10分ぐらいだっけ、15分ぐらいだっけか、うん、まあ、例えば15分だとしても1時間で4周するわけでしょ。そうそう、1日でしょ。それがもう普通に考えて7時間と考えたら、うん、28周するってことでしょ。プールとか言ってたけどさ、あれきつかった。へぇ、いろんなチェックやったんだから。デバッグ会社もデバッグ専門の会社だったから本当にいろいろあったな。そんな普通にさ、そういう仕事があるっていう、まあ、知らないわけじゃない、世の中の人は。逆に言ったらこれはまた何、新しいテーマを考えずにこの話は続編で作れるんじゃない。いや、あの時の話、うん、あ、仕事の話はまあいろいろね、うん、いや面白いよ。その何だって、そのさっき言ったさ、でも小さい時にさ、なんか女の子とかさ、うん、ケーキ屋さんになりたい、ケーキ作るのがケーキ好きだからケーキ屋さんになりたいみたいな。でも実際働いてたらケーキも見たくないっていう人がいっぱいいるじゃない。まあ自国だろうな。焼肉好きだから焼肉屋で働きたいってなっても、肉屋で働きたいってなっても、なんかさ、まあね、もう嫌になってくるじゃん、ずっと見てる。まあ、汚ね、裏側を見てたろうしね。汚いでしょ、裏なんて。まあね。うん、だから、その、何、話せる範囲でそのゲームのさ、そのゲームのデバッグっていうものが世の中の人は知らないと思うから、うん、それをなんかもう深掘りしてったらもっとなんか面白いんじゃないって。ああなるほどね。今いろいろ事件はあったけどね、うん、まあ、うん、そういえば、まあ、それはまたその別でいいじゃない。別でそのゲームのデバッグでこんなことがあったっていうのをいろいろ聞きたいの、面白い、うん、あ面白いかね。まあ当時はそれが普通にやってたからな、うん、でなんかさ、そういうのあるので、やっぱりその何 RPG はそういうのやってるっていう風な勝手なイメージがあるとか。例えばパズルゲームとかさ、うん、そのさっきのレースゲームでもそうだけどさ、うん、なんかちょっと異色な形のゲームだった。あ、はい、まあそうね、うん、パチンコのデバッグがあること自体もあんま知られてないしね、うん、おそらく。あれでもね、一時派遣のお仕事で名古屋に行った時に、うん、パチンコの、基盤のチェックっていうのはちょっと、はい、そのなんかハーネス差し込んで、うん、それがしっかりこの何かが動くかみたいな、うん、あの薬物ね、あれが動く、あんなかああいうのって動くのって薬物って言うんじゃなかったっけ。あ、知らない、全然興味ないもん。やらないから。うちはもう 俺パチンコそんなに興味なかったけど、うん、変にだからそこでパチンコに詳しくなったのあんな当時の、あ今またちょっと変わってるけど、うん、それこそ享楽の関係のやつだったと思うに、うん、あって、うん、そう、それの、そういうのを作ってる工場のところでひたすらこうチェックをするとかっていうのがあったけど、そういうのもあるんやな、うん、なんかそういうのでだから、そこは分かるけど、その演出を確認するっていうのは知ってないのよ。実際それがつくかどうかっていうのは確認したことはある。ちゃんと電源が入って、うん、出るかどうかっていうのを、電源が出たらよし抜いて次みたいな、そういうチェックもあるか。実際関わってないけど、別のところではなんかずっと台がずらずらって並んでて、なんかそれがなんか演出の何が動くみたいな、うん、なんかエヴァでいうとこのさ、うん、初号機の口が開くみたいなさ。そうね、あったね、うん、なんかそうな、うん、そう演出がちゃんと動くかみたいな感じのことをチェックしたりするっていうのはあったけど、うん、実際にそのわざわざ演出を見るっていうのは、うん、あったね。そんなあると思わんじゃん。そもそも、うん、そういうチェックもあるしな。あとまあそうね、これまあ短い話だから、これ言ってデバッグ話は終わるか。
さっきの筋肉マンちょっと話したんだけどさ、うん、あの筋肉マンの金玉が光るっていう事件が起きてさ、え、それはあっちゃいけないことなの？じゃあこれね、これすごい会社そのデバッグで悩んだよ。なんか急に画面が変わっちゃって、うん、本当は筋肉マンって文字が出て、うん、文字の最後はこうやって光が移動してキラーンって光るんだけど、キャラと文字の場所が変わっちゃってさ、ほうほう、だけどこの光る演出の場所は変わってなかったの。あ、そういうことね。でその最後キラーンって光るとこが筋肉マンのちょっと股間だったの。そう、光がピーンって出てキラーンっていうのが、うん、文字じゃなくて筋肉マンの股間になってたのね。で俺は前の演出を知ってるからこれおかしいよって言って提出したんだけど、うん、あの筋肉マンって逆漫画でしょって言われてさ、いやだからじゃあそれで OK なわけじゃない。 OK なわけねえだろと思ってさ、いやでも逆漫画だしな、一応聞いてみるけどって言って、まあ次の回で直ってたんだけどさ、うん、みんな笑っとったよ。それは完全に、まあ、言うって言えばそういうふうなシステムを作ってる人たちのミスなわけじゃない。それ変えたことを今勝手に、ね、バグなわけだから。ね、でしかも当時で言うとね、俺プログラムとかやったからバグ出そうな場所分かったしね、いろいろ。ああ、なるほどね。大体こういうプログラマーはこういうとこミスするだろうなっていう頭はあったから、そのデバッグ会社では結構な時給はあったのか。なんかランクがあってさ、最初いいからあるのかな。うん、俺結構上の方だったから、まあ、楽しかったは楽しかったかな。いやー、でもな、もう無理だな。毎日毎日ゲームやってお金もらうって無理だ。うん。その時もあれよ、寝ながらさ、バグ発見したりしてたしな。寝ながら発見できるわけがないよ、そもそも考えて。いや、日勤とかしてたから、もう15、6時間目になるとさ、パチンコ台見る、もう、こんな過去に見てんだろ。あ、それ見てないと同じ。見てないと思ってさ、その一応管理者いるからさ、さすがに一応起こさなかなと近づいていくんだけどさ、バグが発生した瞬間さ、ポンって起きててこうやって見てたらしいんだよ。いつもと違うものっていうのがもうだから本能的なもんよな。そう、なんか多分いつもと違う大きさんだろうなと思ってパッと怒ってさ、うん、それで怒られるって言うんだけどさ、うん、世界だったな。